見えた。うわー、いやでもこれは見えてる。こんなとこで寝てるとね、クマに襲われて死んじゃいそうだよね。さわやかじゃねえじゃねえかよとか言って死んじゃうよ。何がさわやかサイクリング、全然さわやかじゃねえじゃねえかよ。回ってる？回ってます。今日はですね、はい、長野県長野駅ですね、善光寺周辺まで来ております。はい、長野県といえばね、まずね、ポイントとしてはガソリンが高い。あ、違うな。なんかもうちょっと話すことあるだろう。全体的に標高が高いんですよ。ここ多分4,500あると思いますね。ね、関東平野に比べるとちょっと標高が高くてですね、まあちょっと高原サイクリングが楽しめる、爽やかな空気が楽しめるですね、うんうん。地球温暖化が進んでいて、なんか一瞬しかね春がないとか言われてる。メタルバンドのね、はい、アルバムの1曲目より短かったみたいなこと言われて。もう夏だ。もうなんか長野県のね善光寺からですね、白馬に抜けて松本まで、うん、長野の二大都市ですね、うん、ヤンゴンとホーチミンを走るようなもんですね。うん。そういった感じでですね、高原サイクリングを楽しんでしまおうということでですね、はい、高原サイクリングのいいところはまず空気が綺麗、絶景スポットもいっぱいある、峰方峠でカポーネが見れるかどうかっていうギャンブルもできる、うんね、見たいですね。見たいですね。田舎だから信号が少ないというね、ストレスフリーなサイクリングが楽しめるんですけれどもね。はい、行きますか。じゃあはい、じゃあ行きましょう。はい、はい、行きましょう。はい、思ったより暑い。長袖じゃなくてもよかったな。うん、まあ、はい、善光寺です。しました。はい、ここね、善光寺ね、これでかいんですよ。すごい16門菊の提灯があったり、牛に引かれて善光寺ぐらいですね。って聞かれるとそのね、はい、牛さんとあの辻義満さんしか出てこない辻さんアクセスしやすいのよ。すごいすぐ手前まで道路が来てて、うんうん、でもうすぐ入れるみたいな感じになってるので、うん、結構大きいお寺なので、うん、交通安全祈願とか、まあね、出発前のね、今日のねライドをね、はい、怪我なく得られますようにって、何卒何卒ってかしこみかしこみって、はい、まあそういうふうにお祈りすることもできますよという、うん、そういった感じのお寺になってます。なんか煙が出てるけど、あれ煙浴びると何かいいことあるんだっけっていう話ですね。あ、そうだよね。なんか、はい、行きますか。まあいいかな。なんかちょっとガン飛ばしてるし、上に乗ってる犬がさギャーでガン飛ばしてるから、あ、じゃあ、はい、うん、いいかなみたいな感じですね。善光寺までは結構都会なのよ、うん、でここから入ると突然緑みたいな、ね、い世界に入るんで、すぐ山の中で、ね、昔この辺走ったことあるのよ自分もね、うん、だときにここまで街来てて突然はい街終わりねみたいになるわけ。シムシティかよみたいな補給とかおトイレとか、うん、そういうのもねこの辺来るまでに済ましましょうという感じ で、ね、でちょっとね、これからちょっと山の中入っていきたいと思います。はい、あ、いきなりじゃん。これ10体以上あるぞこれあ、遅すぎて GPS 止まってるもんこれまだ登んのかよ。戸隠スキー場って、あ、もうすでに疲れた。まだ10キロぐらいしか走ってないね。ここね、飯綱高原っていうね集落、善光寺から七曲がりを登ってきて、まあ結構苛烈な登りでさ、なんか迫りくるねこのアップダウンに、なんかリズムよくいやって走れるのは調子がいい時だけど、あ、もう俺先週さちょっと過労でぶっ倒れて、あの会社2回2日ぐらい休んでんのよでそっからちょっと乗れてなくて、しかもね月末、先月末からずっとさ週末は催事で、ここまでねあの高級が2日しかないわけよこの状態で長野のこんなね、はい、とこ行って、いや景色がいいですねとかそんな余裕ない死んじゃうよ、ね、ここまであの YouTube 見た方はねなんかお気づきだと思うんですけどね、何が爽やかサイクリングで、全然爽やかじゃねえじゃねえかみたいな
高原で爽やかサイクリングっつったらさ、湖畔のところをさ、こんなドロップハンドルみたいなオタクくせえ自転車じゃなくてよ、このさ、ビーチクルーザーみたいなさ、シュウィーンのバイクとか乗ってさ、普段着でワイシャツ、カッターシャツとか着ちゃってさ、こうやってさ、チシャーって朝流してさ、なんかよくわかんないカフェでさ、コーヒー飲んでさ、あのね、コーヒーはね、とかでまたそのくだりやるものだと思ってさ、こんなさ、オタクくせえドロップハンドルの自転車でさ、汗かいて、ヒーヒーとか言いながらさ、坂道登ってんの、どこが爽やかやねんって感じ。爽やかじゃねえじゃねえかよとか言ったら、いやでもね、世の中こういうもんです。白鳥だってね、シャラッとしてるように見えてね、水に映ってない人はこんなんだからYouTube もね、渡るさんがこの後切り取ってくれて、なんかかっこよくやってるけど、登ってる時の俺ぼやいてるしかいないから、みたいな、ああみたいな映せないのいっぱいあるからね、本当に。まあそこはちょっとカット、カットさえつまんでいくんですけど、まあ世の中そういうもんなんでっていう感じなんで、ちょっと次戸隠行こう。戸隠ご飯食べれるの？食べれるとこはありますけど、途中すぎるんで木梨さんの方がいいかも。次は果たしてグルメなのか、はい、グルメなしで行くのか、ちょっと行ってみたいと思います。はい。全然冬ですね。まだ冬ですよ。路面も荒れてるし、すごい。めちゃめちゃガタガタしてるもんこれ。グラベルキング新しいの出たじゃないですか。あれ 40C とか入れちゃってさ、はい、いやでもタイヤ重てえと長距離乗った時大変なんだよないやー、全然進まないですもんね。 あれ雪出してる。あ、本当だ。これあれか、なんか開通させる必要あるんだこれ。なるほどな。これを右下りにはいかない。いやー、ガスってんな。ガスってますね。はい、戸隠がね、通ってきたんだけど、ちっちゃいのにすごい。集落がすっごいちっちゃくて、一瞬で通り過ぎちゃって、メタルバンドのアルバムの1曲目ぐらいにしかなくて、時間がね、超短かった。鬼がない里って書いてて、きなさって読むの、これね。はいはい、で、きなさに向かってくる途中に、これね、大坊峠っていうのかな、これ。あ、そうです、大坊峠。展望台っていうのがあるわけよ。展望台の話っていうのは、まあ確か日光ライドの時もなんかいろいろね、したんだけど、これなんかこういうふうに図が書いてあるんだけどさ、あの時と違ってさ、何が何だか分かんないこれ。3108m 相当高いよね。高いし、高いね。すごい尖ってるんですよね、一人がね。そう。で、この北アルプスがあるおかげで、その長野とその日本海側っていうのはね、結構ね、往来が難しいんだよね。東京から富山行くのっていうのはなかなか大変で、新幹線も最近開通したばっかりだもんね。で、まあこの展望台こういうふうにいろいろ書いてあって、説明あるわけよ。ね。で、こうやって見るんだけどさ、人雑がなさすぎて何が何だかって感じ。家が少ないですね、木なさは。なんかね、木と森しかねえじゃんみたいなさ。で、なんかこっちの方来ると、このね、展望台いろいろあるわけだ。こういうね、ベンチとかもね、都内、都心だとね、こういうベンチじゃなくてね、間に仕切りがあるんだよな。だけど、ここだと寝放題みたいな、ね。でも、こんなとこで寝てるとね、熊に襲われて死んじゃいそうだよね。で、標高1055メートルもあるんだよね。まぁ、ちょっとした高地トレーニングなんだけどさ。いや、だからね、僕全然知らないの。伝説って言って、何の伝説があるのか知らないんだよね。ちょっと乱暴だよね、なんかね。でもなんか、こっちにね、書いてあるんだ。これね、こっちに向かうと一応戸隠方面、ね、山を遠飛び山を愛し山と共に行く、うんうん、山が好きな人はいいんじゃないですかね。いろいろ言われてるけど、あのヒルクライムが好きなサイクリストって100人いたら5人とか10人ぐらいじゃねえかな、うん、だいぶ少ないだいぶ少ないよね。のくせにさ、なんかさ、メディアだとさ、サイクリスト必見なんかヒルクライムとか言うじゃないですか。はいはいはい。100人いて5人とか10人にさ、サイクリストは必見とか言われても、ちゃんちゃらおかしいよね、なんね。俺だって山やだもん。なんか坂道疲れるもん。だけど、まあずっと平坦だと ね、飽きるから、こうやってね、ちょっと山登ったりして、で、調子いいとね、なんかリズムよく登れるからいいけどね、興味さんに調子良くない人はね、やっぱしんどいし。だってアンケート取ったけどさ、うん、平坦と山どっちが好きですかって言ったら、大体平坦ってことしてよ、みんな。そりゃそうです。こういうなんか修行僧みたいなサイクリストは稀だという。そうですね、少ないと思います。少ないということですね。これ標高0メートルの港区とかだともう桜散ってんだよ、今もう何もないですよね。もう桜散ってで、もう新緑の季節になってんだけど、長野の、この辺とかだとまだちょっとこれから春みたいなね、まあ、新緑になってないですね。新緑になってない、まだ。まあ同じ日本でもね、これだけね、季節違うとね、やっぱちょっと遠くに来たなっていう感じがあります。はい、いいですよ ね。じゃあこの後ちょっと木梨さんに行って、ちょっとご飯食べれるのかな。僕ちょっと蕎麦食べたいですね。蕎麦もあると思います。蕎麦ね。じゃあ行きましょう。はい、はい。
てるかな。定休日やってない。はい、12時でございます。ちょうど12時だね。やってない、旅の駅ってやつね。なんか道の駅とちょっと違うんだよね。多分なんか、ね、道の駅っていうなんかグループっていうかなんかそういうのがあって、そこに入るのになんかある程度なんかな、上納金じゃないですけど金払いみたいなのが多分あるんでしょうね。なんか決まりはあるかもしれない。そうそうそう、そういうのがあって、でこれがなんかあの親木で有名な、そうだね、そこにあるんですけど、そうあるんだけど、うん、やってない。今日に限ってやってない。やってないで食事できるところもついてるんですよ、そこにね。そばついてる。今度ね、やってないやっぱ自転車とかだと早朝いきなり出て朝っぱらだけからなんか朝7時とか8時に来たりとかね、これは別に長野の話じゃないよ、別に江戸川でもいいけどね、やってきたりとか、なんかそういうのって基本的にこういうね、あの道の駅とか想定してないからね。そういうのね、峰方に行くまでにちょっとねお店あるそうなので、ちょっと見繕って昼食食べたいと思います。はいはい。なんかピンク、確かトンネルがあって、トンネルの向こうにすごい絶景が見えるとか、そんなんだった。そう、ただこの絶景がなんかギャンブルで、見えたらラッキーみたいな、だいたいガスってるみたいな。皆さん、メニューがね、結構これいいんですよ。なかなかおしゃれ、綺麗な食堂ですよね、これが信州御膳で、里椒がそばがなんか僕のサポそばがないですね。きなさ御膳、きなさ御膳、こんだけ物いっぱいあるとすごい目移りしちゃいます ね。だけどそば伸びちゃうからそばから食べないと。あ、ですね。だからラーメンみたいな食べ方しちゃうんで、こう天地返しとかしなくて天地返しちゃう大丈夫ですね。うん、すごい美味しそうですね、なんかこれ。あ、美味しい。戸隠そば食べたかったんですよ。そう、食べたことなかった。もう。でも山料理って感じですね、これね。この切り干し面白いんですよ。レモンが入ってるんですよ。そう、もうすごい。レモンが入ってる。レモンが入ってるんですよ。めちゃめちゃ食べやすい、この切り干し大根。あれ、あれ、あのトンネルかな。いや、でも手前のこのスノーシェッドは新しいよね。白沢どうも。あれ、これ。あ、ここだ。見えた。いや、でもこれは見えてる。おお、これ75点を上げていいんじゃないですか。これ合格点ですよ、これ。はい、峰方峠ね、ここね、はい、この素晴らしい絶景があるわけよ、ここ。表面がほぼ白馬、白馬岳です、ね、白馬岳ですね、はい、だいたい 3000m ぐらいだ。全部雪かぶってるね。やばいですね。ね、なんか霜降り牛みたいな霜降り牛ですか。で、まあ、初心者で走るんだとかなりハード、正直ここまで来るの、ね、補給スポットも少ないしね、ただ、まあ、初心者を出して初級者中級者くらいだったら、まあ、来れちゃうわけよ。その、さっき言ったようにその長野駅から善光寺抜けてもうすぐ木那さんの方の道に来れるし、これ降りてったらもうすぐ白馬なんで、エスケープもしやすい。だからぜひチャレンジしてほしい。このね、景色がすごいのよ、本当に。これはね、見た方がいいですね。これは本当に見た方がいい。ここにさっきも話なんかね、オフレコで話してたけど、この景色にを見るに至るまでの過程が素晴らしいのよ、でもまず峰方峠っていう秘境から登ってくる峠ね大した峠じゃないんだけどね。で、あのこの峠のピークにトンネルがあるわけよ、まあ、ピークにトンネルがあることってまあまあよくあるんだけど、そのトンネルをぐるって回って、そのトンネルの出口が見えたらもうこれが見えてるわけよ、ね、そうなんですよね。うわーってなるわけね。でなおかつ
今日のこの景色大体75点ぐらいで、結構まあ見えてる方なんだけど、本当に綺麗だと全然ガスってないし、そうね、これ頭雲被っちゃってるのよこれね。ギリギリ被ってます、ね。被っちゃってるのよ。でこれが全部ババーンって出て、でガスってなかったりすると、おーってなるわけよやっぱりね。すごいそう。まあ今でもこれ結構うおーってなるような景色が十分もなるんだけど、だから僕はこの自転車でいろいろサイクリングスポット行ってめっちゃすごい景色とかいろいろ見たけど、その中では正直、まあ、ベスト3は怪しいけどベスト5は入る、これここは確実に。そう、景色とかがご褒美っていうとなんかちょっとね自分もね何言ってんだロマンチストだなとか思っちゃうとこあるんだけど、でも確かにサイクリングしてると素晴らしい景色に出会うことっていうのはまあまああって、でこれは本当にすごい景色なんで、ぜひチャレンジしてみてください、はい、でトンネル曲がって、ガスってて何も見えなくても泣かないっていう、また次来ようみたいなね。そう、これ本当にねギャンブルなの、これ本当見れるかどうかって。今日この後ね降りて白馬の白馬の K でね、ちょっと泊まりで行ってこい、もう一個なんか山登るらしいんで後でまた、はい、紹介します、頑張ります、はい。これ白馬駅ね、ここね、うん、昔ねムーンライト信州っていう列車があってありましたね。それ多分この辺まで来てた記憶ある、ね、あそう、ここで終わりなんですよ。一回乗りましたよ。キナサのルートをねはっきり言ってね、あの平坦があんまりないの で、ね、疲れた人はあのなんかまあここでね、うん、あのエスケープもできるわけよ。特急列車ここからね新宿まで行ってるから、あそうですね、そうそう行くこともできるんだけど、今日僕らはねここからねあの木崎湖っていうね有名なね、うん、桟橋は行かないよね。桟橋も、まあ、終わりの方にあるんですけど、あの、何でしたっけ、鹿島槍のスキー場のとこまで登って。で、あれですよね、有名なパラダグライダーですね。そうそう。そう。で、またちょっとそこで絶景を味わってこようという感じなんですね。木崎湖っていうとね、どっちかというと僕としてはね、あれね、アニメのね、聖地巡礼ね。僕の記憶だと、アニメの聖地巡礼をするっていう、なんかムーブ、一連のムーブメントね。うんうん、このムーブメントは、そのお願いティーチャーから始まってると思ってるんですよ。うん、ゲーム登場するキャラクターが、バイトしてるコンビニ、なんかでも潰れたとか聞いたな。そこに行ってなんかやるみたいなのがね、ちょっとまあ、聖地巡礼的なものがね、20年ぐらい前かな。に始まって、そこからなんかアニメの聖地に行って、なんかありがたがるみたいなね、ムーブメント始まったんで、まあ、木崎湖っていうとそういった、あの、オタク一番地みたいなとこがちょっとあるんだけど、でもまあ、それ以外でも、ユープル木崎湖とかの施設もあるし、サイクリングルートとしてもね、すごくね、見どころが多くて楽しいところなので、まあ、ここまで来たら、ぜひそういったのも味わって乗ってみてもいいんじゃないかなと思います。じゃあ行ってきます。はい。アレルギーの方入店ご遠慮くださいって、なんかあったのかね、普通入らんやろ。
追いつかれた。いや、きつい。なんと。そんなにのんびりってペースでもないんだけどな。いや、ちょっと頑張りました。これヒップバックつけてるとすごい漕ぎづらい、正直。坂道で。後ろになんか持ってかれるから。いや、あの、ですか。ここの筋肉が圧迫されて動かしづらい。あ、押さえ。肩だと前落ちてきちゃうか。そう。めんどくさいですね。なんか自分繊細ですね。冷パンがダメだったり、腰のこれでちょっと動きづらいってすぐ行ったりとか。いや、それはね、僕も嫌なんでつけないんですよ。だから、ちっちゃくてもいいから、普通に両肩でしょう方が好きですね。でもなんかこの間、後ろにでかいバッグつけて、正月行ったじゃないですか。はいはい。死ぬほど走りにくかったです。あれ走りづらいですよね。やべ、ダメです、あれ。バイク重たくしちゃうとダメですよね。いや、あれがね、ブラブラしなければいいのかもしれないですけど、あれはね、すごいなんかこう、減速させられてる感が強かったですね。あれならしょっちゃった方が全然いいですね。バンクしたよ。しちゃいました。今日の犯人は、ハナレーサーのアジリスト。アジリストでした。あ、軽いんでね。28。軽いんでね、バンクしました。ね、原因は、なんと、鋭利な石を踏んだだけでパンクをしました。あのね、ヒルクライムは後輪に荷重がかかるからね。こんな石普通走ってたらね、穴開かないんですよ。だけど、時速10キロ以下でね、後輪をね、アスファルトを切りつけるようにね、乗ってるとね、やっぱりね、普段刺さない石が刺さるわけよ。な？で、そういう時にタイパンクベルトの強いタイヤと弱いタイヤってあるわけよ。ね。で、アジレストは多分ね、SNS とかでね、ある程度話になってると思うんだけど、正直、タイパングベルト強くないんですよね、これね。だから開いちゃうんだ。こういうのでな。でもね、タイヤがダメだって言っちゃダメなんですよ、これ。何かっていうとな、飛ぶように登ればね、パンクしないんですよ。パンクしたのはね、てめえが遅いからなんだよな。そう。僕は運命論者なんで、パンクするときは何やってもパンクすると思ってる人間なんで。これね、トピークのロー DTT っていう。うん。このポンプはね、楽ちんなんですよ、すごい。どんなわけでいいんだろう。ダブルアクションで、なおかつ全然重たくならないんですよ。おぉ。高圧になっても。だからもう、すごいですね。そう。だからもうひたすらこれやるだけ。やるだけなんだけど、ここに指挟んで怪我する。できました。一生懸命入れてできました。空気圧は多分ちょっと少ないぐらい、4気圧ぐらいかな。でもなんか、なんだっけ、パリルーベで3気圧ぐらいで走ってんでしょあれ。ああ、多分だいぶ低いです、あれ。そう。まあ、それを思うといいじゃん、別にこれぐらいでね、みたいな。3月24日で営業終了してるらしい。やっぱ広いですよね、これね。広いですよね。スキー場って。ああ、ここね。ここね、パラグライダー場で、そうですね、小熊山、そう、小熊山ってとこで、これ先に湖あるけど、これ木崎湖、はい、木崎湖だよね。はい、そうですね。で、あっちが青木湖。ああ、そう、見えないですね。もう見えないけど、あっちにあるのが青木湖で、こっちにあるのが木崎湖。はい、はい、そうですね。この向こう側に松本があるんでね、はるか向こうにあります。はるか向こうにあるっていう、具合になってて、これかなり見晴らしがいいので、うん、絶景スポットなんだけど、うん、なんかここのスポットね、なんかとにかく人をとにかくいっぱい来るらしいんですよ。来るせいで、これ私有地なの ね、 そうですね。だからなんかね、やっぱちょっとエスカレートすると良くないということで、なんかね、あんまり入るなと書いてあるんですね。書いてあるんで、なんでちょっと道路の上からこうやってロケしてますけど、まあ昔はね、こんなんなかったの。もっとなんか入ってたの、みんな。そう、普通に通ってましたね。矢光峠もさ、うんうん、上のところ柵なかったじゃん。
なかったですね。やびつけないかも。いつの間にか柵できてあそこ自転車置くなとかなってるじゃないですか。あ、そうなんですか。そう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 。知らなかった。なんかまあ人来てなんかワイのワイにやってるとなんかそういうのね、うんうん、勝手に遊んでんじゃねえよみたいなそういうことですね。仕方ないですね、はい、うん、景色いいっすね。いいですねここね。なんかやっぱつくばもハンググライダー場とかあったけど、うんうん、あれよりもなんか開けてんな。で問題なのが時間でね、今もう5時前、まあ、4時半回ってますね。4時半回ってね、5時前とかになっててさ、松本まで結構あるよまだ。だいぶありますね。だいぶあるよね。若干追い風っぽいんで幾分か楽ですけど、なんか夕方になって寒くなってきたんで降りようと思います。はい、はい、マイクついてないんだけどね、うん、でもこれね、うん、あのこれファミリーマートなんだけど、これねサイクルステーションっていうのは北アルプス山麓サイクルステーションっていって、ポンプツールトイレ使っていいよ、うん、ね。でさっき自分ね小熊山でパンクしたからちょっと空気やばいのよ、うん、じゃあ、うんうん、空気入れようと思って借りたん空気で、はい、サーファースが出てきた。ちゃんと出てきましたよ空気。マグチタグがつきっぱなしでね、これライトウェイ、ほら書いてあるここにほら、ね、ライトウェイほらよくズッパリこれ、はい、地球を楽しくしたい。ファミリーマート小五町運動公園店共用物で対象の使い方、あ、一応こういうのね、テプラみたいな貼ってあるんだ ね、うん、ね。サーファースのポンプ間違いないからね、これね。サイクルベース朝日もそうだし SKU もそうだし、うん、うん、ほら3気圧しか入ってなかった。やば、だいぶ少ないですね。だいぶ少ない。まあポンプのしょうがないよね。携帯だとね、寒くなってきちゃった。寒いです。4気圧半ぐらいまで入れました。これでもうちょっと楽。最近やっぱりちょっとこういうの増えてきたから便利になってきたよね。本当増えましたね。ちょっと返してよ。Far too long, but now I'm on my way back home. I hear the west winds calling out my name. They're telling me to head your way down your road and past your gates. Keep your eyes on the horizon. I was looking to belong and I'd already found my home. Won't be long, I'm there before the setting sun. For you to fall into my arms, the place I call my home. I was looking to belong when I already found my home. Hi.ここでね、だいたい130キロぐらい走ってきたかな。終点ゴール松本城ということですね。これね、ライトアップしてね、うん、ちなみに松本城って誰のお城なんですかね。誰だっけ将軍。あれだ、あ、辻浦啓一さん。東京サンエースの辻浦啓一さんが全日本シクロクロス9連覇して建てた城。あ、だからシクロクロス1回やったことあるの。ここで松本城でやったことあるの確か1回。だから辻浦啓一さんのお城ということで、なんか夜桜会みたいになってて、なんかまあ、ね、鳥っていうか外見ると柳とかもねライトアップされたり、桜もライトアップね、向こうとかはわーされてて綺麗ですよねあれ。というわけでですね、高原の爽やかサイクリングということでですね、全体的にね、はい、標高の高いところですね、だいたい1000メートルか1300メートルとか、はいはい、走ってきたんですけど、まあね、総括するとどう考えても爽やかじゃない。なんだあの最初さ、初め開幕5キロでさ、激坂登らされたじゃないですか、はいはい、善光寺の裏、うんうん、あれなくてよかったんじゃないか説が結構あるんですけど、だけどまあ、あのお蕎麦も食べれたし、うん、で絶景もね、峰方峠のね絶景も結構撮れたし、うん、ね、でパラグライダー場もね、うん、ちょっと寒かったけどねあそこね。寒かったっすね。ね、寒かったけど、まあいうふうにね、長野の、絶景とかあれかなり満喫できたんじゃないかなと思います、うん、今年はね、うん、今回長野に限らず、遠方ね、うん、今まで関東地方の東京周辺で撮ってたけど、まあもちろんそういったところも行くんだけど、それ以外にね遠方でもちょっ と撮りたいなっていうのがあるんで、まあ、今回佐渡省って言ったけど一人で行くこともあるかもしれないし、うん、二人で行くこともあるかもしれないんで、うんうん、今年はねもっとねさらに、ね、いろんな
道路とサイクリングルートとグルメと絶景をですね、ご紹介できたらと思うので、今日はですね、長野編ということで、はいはい、いやなんかね爽やかじゃなかったね。爽やかではなかった、なかったですね想像以上に。いやもうちょっと時期は遅かったな。時期の問題じゃないでしょこれ、ルートの問題でしょ。真似できないもん、ある程度の足がないと。でもね、まあサイクリングは足があった方が楽しいから。まあね、そうそうそう、普段ねちょこちょこ練習してます。そうそう、あのレース出ないからとかなんかみんないろいろ言うんだけど、うんうん、自分と向かい合えと自分と向かい合ってよりなんか強くなれと、体を作れと。そうすると坂道も楽しくなるし、サイクリングも長距離走れるようになるし、うん、一緒に走ってる人のサポートもできるようになるね、うん、そうすると、まあ、ちょっと一緒に行こうぜとか、自分が面倒見てやるからとか、自分が親になることもできるわけですよね、うんうん、だからあのレース出ないからとか、自分は一人で走ってるからとか、そこで関係しないで、いろんな人と走ったりとか、より強くなったりとか、もっとね広い世界にね出てみてはいいんじゃないかなと思います。僕の友人らもね結構ね長くね今もねサイクリングしてる方多いんですけど、最初に買ったバイクね15年ぐらい前のオルベアのアクアとか、うん、キャノンデールのキャドエイトとかね、買い替えずにまだ乗ってんだよね、大事にね。すごいっすね。すごいよね。だけどねサイクリングやめたわけじゃないの、別に機材とかじゃないんですよね、はいはい、だけどそんだけやってたらもう初心者じゃないんで、うんうん、もう一歩ね楽しんでみてもいいんじゃないかなと思うんで、今年はぜひそういったのチャレンジしてみてはいかがでしょうかということですね。この後ね、松本駅から僕ら帰るんだけど、分かります、特急あずさよりも一回長野駅まで行って、うん、新幹線乗った方が早いということで、そうですね、そういうルートで帰ろうと思います。はい、はい、お疲れ様でした。バイバイ。お疲れ様。いやでもね、ここまで僕ね、あのこれね長野駅映ってるから新幹線で来たわけよ。ストレスだね新幹線がね、やっぱり。そうですか。ホームまでが遠い。新幹線も乗るんだ。なんだ、ドアがちっちゃいね。狭いですね。ね、あの車両によるけど狭いです。そうそう、急行型の列車っていうのはドアがちっちゃいから片ドアだからね、うん、乗るのもさ、よちよち入ってる人は後ろから邪魔だお前みたいな感じでさ、ガツガツ来られるわけですよ。本当ですか。流行んないよサイクリングストレスだもん、ここまで来るまで。車で来るよりはもう寝てこれるから楽かなと思うんですけど。いや車はまあ渋滞だ、うんね、渋滞でね、まあ、浦和料金所で絶対追突するやついるんだけどねまた事故ってるよとか思いながらね来るわけだけど、電車で輪行してサイクリング楽しもうっていうのはさすがにね、レジャーとしてはね試される要素が多すぎる。慣れが必要ですね、やっぱね。慣れというよりね、メンタルだね。プライドが高い人はね難しい。ちょうど菩薩がいるけどね、うん、菩薩のような心を持ってね、うん、いろんな人とか社会現象に接することができる人じゃないとサイクリングが楽しめないと思う。一回やったらさ、もう次いっかなとか思っちゃうよね。業界の人もソフィスティケートしてね、うん、こうだと楽だからとか、うん、こういう風にするといいよとか、慣れればいいからとか、うん、慣れじゃねえよこれマジで、ストレスだよこれ本当に、うん、な。だけどそういうストレスと向かい合うこともやっぱりね人生において大事だから、こういうね、休みの日ぐらいさちゃんと休ませてくれとか、うん、遊びぐらいストレス感じたくないとか思ってたらさ、スマホのねソシャゲでさ、うん、女の子とさポチ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 やってる方がね全然楽しいわけですよ。だけどそれだと人として成長しない。健康のために自転車に乗るのも大事だし、こういうね社会に社会弱者としてね、あの輪行を使ってね電車に乗るっていうのもね、メンタルだったりとかで、社会のね、アウトサイドに出たところでね、視点を持つことも大事だ。何言ってんだって。いい加減自転車乗るよって話だね。